ボクシングの前 WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一王者スティーブン・フルトン米国が昨年7月に現世界同級4団体統一王者井上尚弥に敗れた試合の主審に苦言を呈した物議を醸している同審判の直近の試合映像を引用しクソな審判だよと主張している動画「井上尚弥の KO シーン」でも フルトンが苦言を呈した実際の審判の姿騒動になっているのは、24日、日本時間25日、メキシコシティで行われた元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー氏と、プロ格闘家のジョン・ゴッティ3世、共に米国のエキシビションマッチ。米放送局、ホックススポーツなどによると、2回に後頭部に打撃を加えたと指摘されたメイウェザーは、ヘクターアーフ出身、パナマ、 と抗論に。3回から別の審判と交代する異例の事態となった。X 上で拡散された映像にフルトンも反応。映像を引用しながら、負けていなかったとは言わないが、まあ聞いてくれよ。こいつは、俺のグローブがキャンバスに触れた後も、井上に俺を殴らせた同じレフェリーなんだぜ。注意も何もなかった。クソな審判だよと投稿した。 それが勝敗を分けたと言い訳するわけではないとしつつ、昨年の試合を裁いた因縁あるレフェリーの判断に改めて疑問符をつけた。